どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、編成を見てもらえばわかる通り、ゴーレム4体、そして援軍にゴーレムが入っているので、ゴレゴの編成をですね、紹介していきたいと思います。結構まあ3ヶ月ぐらい前に、その日本とかで結構流通し始めて、その外国人とかにもの方とかにも広まっていってですね、クラッシュオブクラン全体にゴレゴという編成が広まったそうです。早速見ていきましょう。まずはですね、こちら、攻めた方は A さんという方ですね。ちょっとこう、名前は、仮名 X という、AX じゃないわ。A ということで、お送りしていきたいと思います。まず、もう見てくださいよ。いきますよ。ジャンプの呪文を先打ちしますね。ここで、ドドンドンと、ドドドドンと、ゴーレムが5体。もう、重すぎますね。重い。そして、ペッカ2体。そして、ヒーローとアチャクイが出てきました。そしてですね、レイジとかを打って、その防衛施設とかを破壊していくと。まあ、ここの段階でもうね、インフェルノタワーがすべて、ターゲットを取っていますね。さあ、ここでライトニングで援軍を処理していきますね。そして、アーチャークイーンとかで、まあ、周りの、その、施設とかを破壊していくんですけれども、やはりゴーレム5体ということで、インフェルノタワーとかも、もう関係ないですからね。はい。素晴らしい。そして、タウンホールを破壊してですね、あとはそのアーチャークイーンとかで、周りのですね、防衛施設を破壊していって、パーセント稼ぎをするということなんですけれども、まあ見ていきましょう。まあちょっとここでゴーレムが、本人もおっしゃっていたんですけれども、ここでゴーレムがちょっとね、その真ん中に、流れてくれなかったのがちょっともう相当ミスってしまったとおっしゃっておりました。さあ、ここでも、残り 6% ということなんですけれども、まだガーゴイル4体とアーチャー6体が残ってるんですね。さあ、アーチャーが出てきました。これね、今、ここ大砲がゴーレムのターゲットを取っているうちにですね、もうアーチャーとかがね、破壊してしまうんですよね。もう、そのために、その最後までアーチャーとかガーゴイルをですね、わざと取っておいて、後処理のためにですね、そのパーセント、不足にならないようにアーチャーとかガーゴイルを保険として持っていくという素晴らしい、すごいですね。もうこんなね、もう私前の動画とかでも言ったんですけども、私結構そのもう単純な男なので、もう最初にウィザードとかね、アーチャーとかもある兵士をどんどん全部出してしまうんですけれども、さあここでも、アーチャーがもう輝いておりますね。この1体のアーチャーがクラン戦の1個星に影響するということですよね。すごい。どこまで考えているんだっていうね。もうどこまで、そのどんぐらい配置見て考えてるんでしょうね。はい。これは本当にもう全部、全てを計算してやらないといけないんだなっていう感じを実感しましたね。じゃあもう早速もう流しで見ていきましょう。ゴーレム5体。まあこのね、流しでは結構その流れを確認していけたらなと思います。もう流れを確認するといってもですね、もうゴーレムの重量級ですからね。そして、もうアチャクイで、アチャクイとかゴーレム5体でですね、ターゲットを取っている間に、後ろからアーチャーガーゴイルで、星のパーセントを取るということでございます。いやー、私もゴレゴやりたいなー。ゴレゴ、はい。ということでですね、今回はゴーレム5体の編成、ゴレゴについての動画でした。ご視聴ありがとうございました。